も相模流峰ですよ。今ね、現在ね、こちらの方ね、4つね、並んでて、1個あの、水作ってる水槽があって、この4つ並べてるんですよ。この下ね、ここ空いてましてね、この L 水槽をですね、こういうふうに縦にこうね、4つ並べていく。あ、これ1個、これとこれ入れ替えるみたいな感じで作っていきたいと思います。ですね。早速ね、こちらの方ね、どういう内容のものかね、オープンしていきたいと思います。はい、ということでね、ジェックス、初めてでも安心できる、金魚元気きれい水セット L でございますよね。そうね、幅が 39.8 ミリ、ね、奥行きが、20.5 ミリ、高さが28センチでございます。ということで、早速ね、いろいろありますけどもね。はい、こちらをね、これね、ルーペ定規もついてしっかりできる。あと、こう、いろんな、こういうのとかね、こういうのとかね、オプションですよね。ということで、チェックさんね。で、これですね、こういう感じになってますけども、ここね、開けていきますとね、ここでね、外掛けフィルターをつけるときに、ね、ここでも、ここでも、ここでもね、3箇所設置できるっていう感じでね、こうやってね、なってますって。で、もともとついてるセットがね、こちらの方でね、まずね、お魚ブック。いろんなこのお魚の知識ね。お魚を買うときの知識。そしてですね、まあ、なんちゃって水草ですね。なんちゃって水草。でですね、あとこの、フィルムですね。フィルム。フィルム結構高いんですよね。これもついてますね。はい。でですね、あとはですね、なんと、こちらのね、いつもついてる、金魚の糞を分解して匂いを抑える、蜜の善玉菌、プロバイオフォーフード。フードね、あの、この、熱帯魚の餌ですね、金魚の餌。で、これね、高濃度バクテリア。そしてですね、水作り、潤いの、これ、カルキ抜きね。これセットで入ってますね。これ便利ですね。これだけ入ってたら、買わなくていいんで、最初にね。で、これもブクブクのね、ブクブクの、ホースでございますね。ホースね、ビヨーンとホースがありますけどもね。ブクブクのホースでございます。ビヨーンと伸びますね。これですね。これですね。でですね、あと、こちらの方ね。あと、当然、こちらね。ポンプですね。エアポンプ。でですね、こちらのね、投げ込み式フィルター。ね。そしてですね、こちらの方の、パワーポバイブ。これ買うだけでもね、結構なのね、4、500円します。このセットだけでも980円ぐらいするんでね。こう4、500円、980円って一体、これいくらなのって感じですけども。これで、セットですね、1980円でございますね。税別1980円でございますね。結構お得なセットで、これだけで金魚とかね、メダカとかね、まあ、低温でいける南沼エトとか買えます。これプラス、ヒーターとね、ライトがあればいいかなって感じです。熱帯魚買うときはね。いう感じで、まあなんと、これだけ入ってね、これだけ入って1980円でスタートできるというね、お気軽に、始めれるというセットでございますね。もう、なんかぐだぐだになってすみません。ぐちゃぐちゃになってますね。ちょっとね、何が入ってるかちょっと整理してみたいと思いますね。まず、水槽に、このフィルムね、フィルム、水槽、フィルム、それで蓋、そして説明書、ね。で、このね、空気を送るポンプ、そしてですね、餌に、バクテリアに、カルキ抜きに、落とし込みフィルター、それで水草ね、水草でございます。水草のプラスチックですね。それでホースとこうですよね。これでこうつないでブクブクやるというね、感じでね。とてもね、これいい感じなんですよ。僕ね、何個買って入れてるんですけどもね。基本的にこうですね。これにも、プラスね、ちょっと、プラス、ここに、外掛け式を買えば、完璧かなっていう感じでございますね。で、これをですね、なんとですね、どうするかと言いますとですね、こちらの方ですね。こちらの方に並べていくというね、感じでございますね。こういうふうにね。こういうふうにこう並べていくって感じです。見えるかな？こうね、こう、4つこう、縦に並んでいくって感じですね。それで普通はね、こうやって横向きに飾るじゃないですか。ね。で、わさびの葉が、こういう風にするって感じでね、こう並べていきますね。これ一つね、20キロぐらいの重さになるのかな。石入れたらもっと20何キロになると思いますね。これ4つで80キロです。この棚はなんとね、250キロまで
入れるというやつですよね。はい。ちなみにこの上の方はね、10リッターなんで、10キロ、あ、4リッターなんで、44キロプラスアルファなんで、50キロちょっとぐらいだと思いますね。おそらく50キロぐらいになると思うんで、ね、下の方はね、85キロからまあ90キロ、まあ、100キロまでですね。だから、合計150キロですね。はい。です。この棚自体はね、全部で400キロ耐えれるね、棚でございます。これね、業務用の、強いやつを買いましたね。ワイヤーラックの中でも強い重量級のやつを買った。これももうね、10年ぐらい前にね、3万8000円ぐらいだったと思います。この棚結構多数ですね。高かった。今もっといいの出てるのかな、ちょっとわかんないですけども、そういう感じでね、攻めていきたいと思いますね。攻めていくよー、まさがみは。ということで、これまあ一個こう置いときましてですね、また次も開封していきましょうね。どんどん開封していかないとね、時間がないんでね、時間を押してますから。はい、ということでね、どんどん。でも本来はね、良い子真似しないでください。重量な棚って言っても、やはりね、水槽用の専用台が一番ベストです。はい。どうしてもね、曲がったり歪んだりするのは仕方がないので、あるあるなんでね、あそこら辺は気をつけた方がいいかなと思いますね。はい、ということで、どんどん開けていきます。ね、はい。どんどん開けていきますね。もうこれ一通りね、きれいに洗ってですね、きれいに洗って、乾かして、ね、きれいに拭いて、それでもお魚導入っていうことをしていかなきゃいけません。ね、いらないもの、ゴミどんどん増えてますね。ゴミ出るなぁ。うん。こんな感じでね。こういうのどんどん抜いていきますね。まあ、このフリルもね。これ外っ側からペタッと貼るんでね。外っ側から貼っても、またこの場合は、縦に使うのが基本なんで、基本的にはどうするかっていうと、この、こっちの面にペタッと貼りますね。で、こういう風にして見せるって感じを取ると思うんですよね。だからちょっといらない分は切らなきゃいけないんですけどもね。はい、もうそんな感じで。で、このガラス製の取扱い説明書は、ちょっとよく、読んで、本当に水漏れがないかどうかね、ちゃんと見なきゃいけません。で、こうやって綺麗にこれ並べていくっていう感じですね。はい。ほんとね、こんだけ入ってたらね、すぐできますよ。ほんとね、安いですね。これ1980円でこんだけ揃ってたらね、ついつい始めちゃう。からの、泥沼っていうの沼にはまっていくって感じですよね。どんどん導入していってね。今回ね、20リッター水槽を、4つ導入いたします。で、またね、これでまたね、まさがみのね、この、アクアリストの世界は、この水槽の世界はね、だんだんね、こうね、またね、広がっていくということでございます、ね、皆さんね。大雑把なまさがみですけども、まあ、生き物なんでね、大切に育てていきたいと思ってます。少しね、10リッターじゃね、ちょっとね、行きたいかなと思ってたんでね、やっぱね、ここはやっぱりこれを導入してですね、良かったと思ってます。これでですね、元気にね、熱帯魚さんたちがのびのびとね、長生きしてくれたらいいと思っておりますということで、どんどん開けてます。うわ、すげえな。めっちゃあるな。めっちゃある。これ一人で大変だな、これ。一人で大変だけど楽しいね。楽しいけど大変。大変だけど楽しいね。このなんだろう、ルーティンね。ということでね、全部開けたら動画を切るということでございますね。はい、ということで、またこれ洗ってね、セッティングしてある程度固まったらまたね、皆さんに動画をね、見ていただきたいと思ってます。今現在こうやってね、バラしてるのがもういっぱいいっぱいですね。はい、ということで、この水槽ね、4つ、ね、導入していくという感じでございます。80リットルなんでね、かなりのお魚ちゃんが買えるんですけど、そんな過密にね、ブリーダーとかじゃないんで、まあ過密には買うつもりはないんですけど、徐々に過密になったらすみませんって感じですよね。はい。ということでございますね。はい。あと、ラスト1個ラスト1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 ということでね、はい。動画、本当にね、本当、まあいろいろとね、ご協力とかいただいて、したいなんかするんですよ、実は。本当ありがとうございます。はい。ということです。あともう少しですね。はい。